カビは、徳田修正の小説。東京朝日新聞1911年8月1日から11月3日、連載。1912年1月、新庁舎観光。笹村の炊事など、世話は一切、雇い婆さんがしてくれるが、しかし、婆さんが、弟の重病で田舎に行ったために、代わりに、娘のお銀がやってくる。かゆいところに、手の届く若い女の世話は、 悪くない。婆さんが戻ってくるまでに二人の関係はかなり、もつれている。まもなくお銀は妊娠する。俳優 B が、今のうちに別れろと忠告するが、医者に見せると、もう四ヶ月になっている。笹村は、M 先生の大仕事を引き受けて、牛米の下宿に一人で移るが、やはり家のことが気になり、仕事が手につかない。お銀は男児を産む。 笹村が里子にやろうとするが、お銀は手放そうとしない。別れ話は友人が中に立ってくれるが、結局立ち消えになる。下宿はとにかく引き払うことにする。お銀の父が上京してきて、それから間もなく席が送られてくる。ただ儚い芸術上の努力だけにすがって、引きずられてきた笹村は、お銀の長い将来のことなど少しも考えていない。はじめからお銀とは、 気象も合わないし、趣味も違う。商売屋にいたことのあるお銀の態度物腰も良くないし、昔の男との関係も疑い深い笹村には気になる。第二子が生まれる。相変わらず、笹村は苛立たしい日々を送る。それでも長男が大病をした時はさすがに二人は、すべてを忘れて、一緒になって心配する。しかし笹村は自分にはどうすることもできない落ち着きない。 気持ちに引き込まれる。ある日、笹村はくだらなくお銀と言い争い、家を飛び出すのであった。ありがとうございます。